危ねえあいつ。すごい怒るとすごい走るん。今日はドローンでの撮影で。どうもドローンみたいですね。はい。あ、いっぱい緑のが立ってますな。供給ポイントがいっぱいなんか作られようとしてる感じですねこれ。まったりやっていきましょう。今日はですね、私のおいっこちゃんにですね教えてもらった方法で亀とかをね仲間にしたいなと思っております。やってまいりましょう。あっち渡るのもなかなか結構厳しいもんがあるんですけどね。これ前回あそこからこっちになかなか渡れねえみたいなことだったんだけど、ピラニアが意外といないポイントがあるんで、そこをは渡っていくみたいな方法でなんとかこっちには来れたかなっていう感じなんですよね。この交差点みたいなのがあるじゃないですか、ここでもね。すげえ危ない恐竜がいて、実は収録後で一回やられてるんですよ。頑張れ、この恐竜ならなんとかなる。ほら来た。半端ねえ。あっぶねえあいつ。よーし、供給ポイントができてる。おお、お願いします。何？おお、やったなんか嫌な鳴き声する。怖いんですよ最近マジで。あれは供給ポイントじゃない？俺が死んだ後？あいつ絶対危ないから、ちょっと待って。おお、排便した。ほらやっぱ供給だ。あれは行っとこう。わあ、トリケラですね。久々のピラニアにやられずに渡れる方法はないか。怖いね。あ、うんこした。よっしゃー、ちょっと時間経っちゃったんであれかもしんないけど。わあ、木の家ですね。ありがとうございます。暗すぎるね。そっか、松明持ったいのか。よし、じゃあね、ここに俺ん家建てちゃうかな。もらったやつで木の家建てよう。ん？ダメ？足場はこれ置けないの？嘘だ。へへへ、ダメか。オッケー、じゃあもうここはもう供給ポイントだけだな。何このまま歩いて新しい供給ポイントまで行けそうな感じ。あの白いやつは大したことないんでね。やばいかも。ギリギリ。よし行こう。あいつやばいやつや。うんこした。大丈夫？Thank you。 うわー、神々しいですね相変わらず。ありがとうございます。あら、なんですかこれ。これ前の供給ポイント。あ、そうか、いつも同じところにできんだね。こうやって見るとこれいらねえな。おい、これだけもらっとくわ。よーし、じゃあね、ちょっと暗いけど亀を気絶させて、その後に、亀のインベントリーにいっぱい木の実を入れてあげると、しばらく経つと仲間になると。あ、まず亀の名前を見よう。こいつ何なのか。カルボネミス、カルボネミスって名前ですね。このフォーミアってやつか、パラサウロロフスか、ユタラプトル、この3つなら作れるし、乗ることもできるという一石二鳥で。そう、そのお話、残念ながらこのドードーちゃんがなんか亡くなってたんですよね。誰かにやられたみたいなんですよね。全然知らなかったんですよ、この供給ポイントの光を使っていっぱいもらう。何？なんか持ってかれた。なんだよ、あいつ怖え。もうすぐ起きます。はよ、はよ。お、だんだん、あー、いったよ。許せんな、許すマジ。
くしょう、逃げられた。俺の生肉持ってきやがった。よーし、朝になりました。亀、亀、亀仲間に入れよう。ちょっとお試しだね。頭を、こらこら、やばいやばいやばい、さすがにやられかかってる。裸になっちゃったよ。なんとかなるかこれ。もらっとくぜ。ダメですね、撮影環境がうまくいかない感じですね。何回も何回も画面が消えて、もういけるか。今かまどを作ろうとしてんだよ。オッケー、かまどというか何でしたかね、焚き火。おっと、前から来てる。あのトリケラトップス、ちょっと俺が怒らせたやつです。俺が怒らせたやつです。今地の利を生かし、戦いを挑んでるわけでございます。あれ、はい、矢を作りました。さっきからね、この弓矢ね、トリケラトプスを上からやっております。食糧難なんだよっ。あら、逃げるんだよな。なかなかやれません。すごい怒るとすごい走るんで、地面が揺れます。この地の利をね、最大限に、ね、有効活用。やられませんね。強いですね、やっぱり。てきた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 。もうちょいだろう。うお、すげえ攻撃力。めっちゃ逃げるな。もうそろそろやばいんじゃない？あんなに逃げるってことは。あと5発残ってる。回復してんのかな、あれ。水で回復すんの？水で回復してんのかな、あいつ。あの後こっち襲ってくるよ。一旦水に行くんだよな。